バージントレインズ時代普通車の室内390型はイギリスのバージントレインズが西海岸本線向けに導入した高速列車用の電車である。ペンドリーノの1シリーズとしてフィアットの強制車体験車機構を搭載している。2019年にバージントレインズが営業を終了したことに伴い、現在ではアバンティウエストコーストによって運用されている。 2001年から2004年にかけて、給料編成53本が、バーミンガムにある、アルストムのオーシュウッドヒース工場により製造された。53編成それぞれに愛称が命名されている。設計最高速度は、時速 225km で、イギリス国内用の電車としては、最速の一つである。営業最高速度は、信号システムの関係により、 時速 200km に制限されている。1970年代のイギリス国鉄が西海岸本線の高速化を目的に車体傾斜式車両 APT の試験を行い、1980年代には370系 APTP により試験的営業運転も行われたが、コストや運用面の問題から APT は開発中よされ、 車体傾斜機構はイタリアのフィアットに売却された。フィアットはこの機構を改良してペンドリーノとしてイタリア国内外に展開、この390型にも採用されている。傾斜制御装置はタスを使用し最大傾斜角は8度となる。飛行機などにも装備されているブラックボックスが設置してある。2002年7月23日。 西海岸本線で営業運転を開始した。390型と221系、ボイジャーの故障時の救援用、また390系の非電化線区への乗り入れ用として、両車両と同じ連結機を装備した57型ディーゼル機関車が配備されている。この機関車は救助用であることから、テレビ番組に由来してサンダーバードと呼ばれ、同作品に関わりのある。 登場人物等の名前が各機に命名されている。2006年9月、ペンドリーの編成で、西海岸本線のグラスゴー・ユース・トン駅間 646km で、所要時間3時間55分の新記録が達成された。国鉄時代の1981年に3 7 0系 APTP で4時間14分の記録が出ている。 2007年2月23日、西海岸本線を走行中の第33編成シティオブ・グラス号がイングランド北西部カンブリア州のグレーリッグ付近で脱線し、地区底から転落する事故が発生した。この事故で乗客1人が死亡、乗客28人と運転士1人、他の乗務員1人の30人が重傷、乗客59人が軽傷を負った。 脱線した39万33編成は後に廃車となっている。事故原因は分岐器の動作不良によるものと判断された。クラス390バージントレインズウエストコーストエンジェルトレインズハット ABCD クラス390ペンドリーのチルチングトレインズレールウェイテクノロジー ハットレッドレボリューションレールマガジン2014年11月17日ナショナルレスキューレールエンジニア2013年8月28日 ABC ディ,ー、UK、ーディレイルメントアットグレイリッグ https www.govuk ラブリポーツディレイルメントアットグレイリッグハットレールクラッシュレポートブレームズポインツ BBC ニュース h t t p コロンススララッッシシュュニュース b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイス,スラッシュ,ュ UK ニュースイングランド 6398057stm ありがとうございます。